選手から見たオランダ客船時代のオプテンロール。オプテンロールは、1927年にオランダ王立有線会社が就航させた旅客船である。太平洋戦争の勃発後、オランダ海軍に徴用されて、病院船となったが、1942年2月下旬のスラバヤ沖海戦で、日本海軍により拘束された。その後、天王丸や第二日川丸の名で、 日本海軍の病院船として運航された。終戦直後の1945年8月19日、舞鶴沖合で、自陳処分。戦後は、賠償問題や財宝伝説により注目された。オプテンノールは、オランダ王立優先会社のオランダ領東、インド向け客船として1923年春港の、姉妹船プランシウスに続き、 アムステルダムのネーデルランド造船所で建造された。1927年に浸水し、同年のうちに竣工している。プランシウスより、わずかに、相当数が大きいものの、設計は全く同型である。竣工時の船手は垂直に切り立った形状で、高い一本煙突が目立つ船影だった。船尾は優美なクルーザースターンとなっている。なお、工術のように、 日本海軍による運航時には船首の改造や偽装煙突の装着などにより船営が大きく変化している。内装については姉妹船プランシウスが広いサロンや黒炭の調度など豪華な設備を有しており、本船も同様であったものと考えられる。オランダ海軍による徴用時にはレントン室や仮装設備の追加などの改装がされている。 日本海軍による使用時にも詳細は不明だが装飾的なレリーフなどが撤去され客室が病床として畳敷きに変わるなどかなりの改造がされている。船名は KPM 社の早々期に活躍した LPDO パステンノルトという人物に由来する。オプテンノールははじめオランダの植民地支配下にあるジャワ島のバタビアシンガポールバンコクサイゴンマニラモルッカ。 諸島イコールバリ島イコールバタビアをめぐる周回航路に収益した。その後、姉妹船とともにスラバヤからバタビアなど、ジャワ島北岸の通行やブラワンを経由して、イギリスの植民地であるシンガポールに至る航路に使われ、現地のオランダ人に親しまれた。なお1 9四0年五月十五日に第二次世界大戦でドイツ軍の侵攻を受けたオランダ本国政府は、 降伏し、政府は王室ともどもイギリスのロンドンに亡命し、亡命政府を樹立しており、植民地政府とそこに駐留していたオランダ軍、そして本戦は亡命政府の指揮下に入ることとなった。1941年12月8日に太平洋戦争が勃発すると、オランダ海軍は海戦当日に元船を徴用し、バタビアで、 病院船としての改装工事を施した。オプテンノールを病院船とすることは1942年2月4日に日本側に通告され、オプテンノールは2月19日に病院船として収益した。2月20日に磁気機雷対策用の原外電路を装着するため、スラバヤ軍港に入港したが、直後に日本軍機の空襲に見舞われ、資金弾で損傷、グミや、 従軍艦後フラ13人が死傷した。2月28日、スラバヤ沖海戦における、負傷兵救助のため航行中、日本の駆逐艦の臨検を受けた。第5戦隊の記録では、オプテンノールを臨検したのは、第4水雷戦隊所属の第2駆逐隊、白露型駆逐艦四番艦夕立となっているが、実際には白露型三番艦紫である。 また原ため市の改装では、同館のオプテンノール林県は、スラバヤ沖海戦前の2月26日となっている。林県のためオプテンノールに乗り込んだ岩渕五郎は、スラバヤ沖海戦の後だと改装している。当時、スラバヤ沖合で行動していた第二水雷戦隊の報告によれば、影ウ型駆逐艦7番艦初風と、 カゲロウ型9番艦天津風による臨検は2月28日、夕方で、オプテンノールを臨検中のムラサメを発見後、第16駆逐隊、第2小隊は、一旦引き返す。だが、第4位水雷戦隊司令官、西村昌司少将より、第2位水雷戦隊に依頼があり、田中は再び、天津風を派遣して、オプテンノールを抑留させた。天神風側の結論は、 指定海域に停泊後、3月1日以後は自由行動を許可すであった。日本海軍の命令に、オプテンノールも一旦は従った。しかし3月1日、オランダ側上院は救助活動ができないのならば、指定海域に留まる意味はないと考え、オーストラリアのパースへ向かおうと高校を再開した。日本側は、オプテンノールの行為を、 指示を無視して逃亡する行為と判断し、威嚇爆撃により停戦させた。水上規模艦地とせ搭載の霊式水上偵察機、搭乗員によれば、朝方のこの子戦闘海域に入ってきた病院船が指定停泊地点から東方に向けて逃走しつつ、あるのを発見。 英文で警告したが反応がなく、進路上に 60kg 爆弾2発を投下して、機銃装作を行ったと回想している。第3艦隊司令長官、高橋伊望中将は、指揮下の第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将に対し、天津風を持って、オプテンノールを護送せよと命じる。この命令に従い天津風は、同日夜に、 オプテンノールと再合流、同線をバンジャルマシンへ連行した。なお、病院船に対する臨検や航路指示は公戦国の権利として認められており、重大な事情があり、必要があれば抑留することも可能だった。3月2日、夕国2隻はバンジャルマシンに到着、本船は同地で、不接艦青高に引き渡された。 なおスラバヤ沖海戦で沈没した連合軍艦艇生存者は日本側駆逐艦等に救助された後一部はオプテンノールに集められた日本海軍はオプテンノールを任すルへと停泊させた本戦の停泊期間は1942年10月まで9ヶ月も続きその間の6月に誤爆を避けるためにオランダ戦機は降ろされて 日本海軍機が掲げられた。マカッサル停泊中、オプテンノールは負傷者を中心とした連合軍捕虜の収容に使われた。この状況にオランダ側は強く抗議し、日本側も反論、外交問題となった。1942年10月、日本海軍は本船を日本本土へ開港して、海装、病院船として使用することにした。 開港の際には、日本側乗員が運航し、オランダ人は、医療関係者や高級船員だけが残され、同年12月の日本到着後に、外国人収容所へと移された。船名は、オプテンノールの文字理で、天王丸と改名される。12月20日、天王丸は、特設病院船に類別され、横須賀陳寿府所館と仮定。本船は、 この際の改装工事により、煙突が短く太い外観に変更されたほか、船尾間板上に上部構造物が追加された。工事は1943年4月までに完了した。同年4月25日に横須賀を出港して、ラバウルからの患者収容に向かって以後、ラバウルやトラック島との間で1944年9月までに8回の航海に従事した。 任務中、アメリカ海軍によるトラック島空襲に遭遇した際には無傷だったが、同年7月25日にパラオで連合国軍機による空襲を受けた際には、機銃装車で乗船中の避難民や負傷兵ら4人が死亡した。1944年9月からオプテンノールは横須賀において再び改装工事を施された。この時の工事は、 垂直型の選手を上端が鋭く、前に突き出したクリッパー型選手に変更し、偽装用の第二煙突を追加するなど、外観を大きく変更するものであった。11月1日、天王丸は既存の病院船氷川丸にちなみ、第二氷川丸と改名された。引き続き、横須賀陳府所管。改名の理由は、天王丸の発音が、 天皇と同一で不敬であると思われたことのほか、元はオプテンノールであったことを隠蔽する意図があったと推定される。両戦は誤認され、安く、第二日川丸側は注意を呼びかけている。改装を終えたオプテンノールは、心臓病院船として連合国側に通告された。第二日川丸となってからは、1945年7月にまで5回の公開を、 シンガポール方面と日本本土との間で行った。1944年11月6日には、レーテ沖海戦で損傷した戦艦ヤマトの戦死者33名の遺骨を受け入れ、ブルネーを出港した。この間、1945年2月に、シンガポール沖で、イギリス軍の付設した機雷に接触し、修理に2週間を要する損害を受けた。 オプテンノールの本来の任務は、天王丸、第二日川丸時代を通じて、前線からの小病兵や避難民の治療や救出であった。しかし、これら病院船としての任務の傍ら、兵員や軍需物資の輸送など戦時国際法違反の用途にも使用された。石油輸送に使用するため、清水タンクの一部は石油タンクに改装されていたとみられる。 1945年7月下旬以降、オプテンノールは、マイズル港に係留され8月15日の終戦の日を迎えた。終戦まで生き延びたオプテンノールだったが、終戦直後の8月19日に、マイズル外の靴島近海で、キングストン弁を解放した上、船体に爆雷を装着して、遠隔操作で起爆して自沈させられた。自沈作業は、 マイズル・チンジュフの霊下にある、マイズル防備隊の総会部隊により、秘密裏に遂行された。自陳を決定したのは、海軍大臣の与内三政であったとも言われる。なお、作業に当たった、決死隊24人が船と共に沈んで殉職したとの、情報は誤りで、全員が無事に作業を終えている。終戦直後の1945年9月10日、オランダ政府は、 日本政府に対し、オプテンノールの消息を紹介した。これに対し、戦犯問題に発展することを恐れた。急日本海軍は、オプテンノールが抑留中の1944年に、マイズル出港後に、行方不明となっているとの虚偽の回答を行い、大戦の提供を申し出た。その後、一旦は、オランダ政府からの追及が途絶えたが、 サンフランシスココア条約締結後の1953年に、再び、オプテンノールを話題に取り上げ、国際法上保護される、病院船を不法に打破、沈没させたものとして、船体の変還や、損害賠償を請求してきた。これに対し日本政府は、オプテンノールが拘束されたのは、日本の作戦行動を妨害する戦時。 国際法違反行為に及んだため、病院船としての保護を受ける資格を喪失して、抑留されたのであり、日本側の行為は違法性がないと主張した。長期の交渉の結果、1978年に、日本政府が、見舞い金1億円を自発的に支払う代わり、オランダ政府は、船の残骸等についての所有権が日本に帰属する、こと及び以後は、 一切の請求を行わないことを確認する協定が締結されて解決した。オプテンノールについて自沈時に多量の貴金属などを搭載していたとの説が一部で唱えられ、数度にわたってトレジャーハンターによる陳線調査の対象となった。この説によれば、日本軍がオランダ領東、インドで略奪した金250トンやプラチナ70トン、各国の金貨、 宝飾品500トン以上、バラスト代わりの鈴3000トンなどが、戦争犯罪の証拠隠滅のために、オプテンノールと共に沈められたとされる。1978年から翌年にかけて、元軍令部食卓を称する人物が、代表者を務める、海洋共発が、遺骨収集事業の名目で、潜水調査を行ったが、財宝は発見できなかった。 1982年には、日本船舶振興会のダミー会社で、ナヒーモフ合財宝の探査にも関わった、世界技術開発センターが、大蔵省の許可の下で調査を行い、ダイヤモンド入りと伝えられる大型金庫を回収した、ものの、実際の中身は、空の切り箱であった。その後、1993年などにもイギリス人、実業家などによる調査が行われているが、 財宝は見つかっていない。三上邦隆は、オプテンノールの財宝伝説は実在する、陰徳物資の所在を誤魔化すために流された、鉄道情報だった可能性を指摘している。2017年には、海底の残骸が発見され、これに基づいて、NHK が、ドキュメンタリー番組、追跡、巨大沈没船を、制作放映した。ありがとうございます。